ウォレンデラのロビンスウォレンデラのロビンスはアメリカ合衆国の外交官。ロビンスはニューヨーク州ブルックリンクにおいて誕生した。ロビンスは1908年にハーバード大学を卒業した。ロビンスは1908年に国務省に入省した。ロビンスは外交事務官となり海外の大使館に派遣された。ロビンスは初期官としてポルトガル大使館。 アルゼンチン大使館、フランス大使館、グアテマラ大使館に駐在した。1916年、ロビンスは国務省ラテンアメリカ部に配置され、ワシントン DC 勤務となった。1917年からは再び海外勤務となり、アルゼンチン大使館、チリ大使館に初期官として駐在した。1921年、ロビンスは国務省近闘部に配置され、 部長に昇進した。ロビンスは半年今日をワシントン DC で過ごした後、再び海外勤務となった。ロビンスはドイツ大使館、イタリア大使館に初期官として駐在した。1929年、ロビンスは講師に承認した。ロビンスはチューエルサルバドル講師として任命を受け、1929年から1931年まで駐在した。 ロビンスは1930年にホワイトハウス議店官としての任命も受けた。1931年にエルサルバドルから帰国後、ロビンスは国務省議店長として任命を受けた。ロビンスは議店長として外国から訪問する要人の接待その他の外交上の議礼について責任を負った。1933年、ロビンスは中カナダ講師として 任命を受けた。ロビンスは1935年に中華ナダ講師を退任し、アメリカに帰国した。ロビンスは帰国直後、肺炎により死去した。ロビンスの遺体はアメリカへ移送され、マサチューセッツ州フェアヘーブンのリバーサイド墓地に埋葬された。妻と共に、ボレンデラのロビンスの父親は、チャールズ・アルバート・ロビンス。母親は、キャサリン・ロビンズ・デラのであった。母方のいとこには、 第32代、アメリカ合衆国大統領フランクリン・ルーズベルトがいた。アルゼンチン駐在中の1910年9月3日、ロビンスは、フランコ・アルヘンティーナ銀行峠、カジミール・デ・ブロインの娘イレーネ・デ・ブロインと結婚した。挙式は、ブエノスアイレスにあるイレーネの実家で行われた。ロビンスは結婚後、妻と共にヨーロッパを周遊し、1910年のクリスマスを、 過ごした、ありがとうございます。